正義、正義、正義は、倫理、合理性、法律、自然法、宗教、公正などに基づく道徳的な正しさに関する概念である。正義の実質的な内容を探求する学問分野は、正義論と呼ばれる。公義すなわち、日本語の日常的な意味においては、道理にかなった正しいこと全般を意味する。以下では、もっぱら西洋における概念。 すなわちジャスティスないし、それに類似する言葉で示されるものを記述する。東洋のそれについては義のページを参照。報復的正義、ラトリビューティブジャスティスとは、適法に証明された犯罪に対する適切な対応を定め、それによって刑罰が正しく課され、そして道徳的に正しいとみなされるところのものである。道外報復、イタリオの方すなわち、目には目を、歯には歯をも、 この報復的正義の一対応として考察され得る。修復的正義、レストローティブ・ジャスティスとは、もっぱら刑事政策上の概念であり、加害者が被害者との対話などを通じて、事故の行為を反省し、また被害者もそれを通じて、事故の受けた被害を、納めが行くまで考察するというプロセスを意味する。その他の関係者が参加することもある。歴史的に見れば、 比較的新しい種類の正義概念である。配分的正義、ディストリビューティブ・ジャスティスとは、各人に、各人のものを配分すること、すなわち、各人がそれぞれ持つべきものを実際に持つように、働きかけることである。配分的正義の特徴は、各人が何らかの事物に対する自己のふさわしさに、応じて、それを、比例的に持つことを目標とする点にある。例えば、 平等主義は、各人が何らかの対象を平等に、すなわち1、1で持つべきであるとする立場であり、各人に各人のものを配分するという形式的指図の実質化である。このような基準は様々に考えられ、例えば、労働の対価を労働時間に応じて配分すべきだという基準が採用されるときには、2時間労働した人は1時間。 労働した人の倍額を受領するべきであり、また、労働の対価を実際の労働量に応じて配分すべきだという基準が採用されるときには、1時間で10個の製品を作った人は、同じ時間で同質の5個の製品を作った人の倍額を受領すべことになる、正当対価ないし正当価格の問題。このような多様性のため、新ント派のラートブルフのように、 配分的正義を理念として掲げながら、価値相対主義に基づいて、その実質的内容を不問とする考え方もある。これによって、加害者と正義とは、一旦崩されたあるべき状態を回復すること、あるいは、己の持つ正しい状態に戻すこと。このようなニュアンスは、英語の正義ジャスティスに対応する形容詞がぴったり、ちょうど良い、ジャスト。 という用法を持つことに現れている。これらの区別は、アリストテレス以来、西欧哲学においては、伝統的なものとなっている。配分内し強制の対象は多様であり、財産、権力、名誉などがこれに含まれる。強制的正義とは、一旦破壊されたあるべき状態を回復すること、すなわち、各人が持っているべきものを奪われたとき、あるいは、 各人が持つべきでないものを持っているときに、それを返還したり放棄したりするように働きかけることである。強制的正義の典型的な例として、損害賠償や不当利得がある。強制的正義の特徴は、各人が不正に失ったり受け取ったりしたものを、算術的計算によって、再受領ないし返還しなければならないという点にある。 例えば、A が B から100万円を盗んだ時には、利息などを考慮しない限りにおいて、同額の100万円を返還しなければならない。プラトンは、ソクラテス以前の自然哲学が抱いていた関心を離れて、人間及び人間社会の正しさというものを体系的に論じた人物である。彼の正義概念は、国家において、 ソクラテスの口を借りて論じられており、彼によれば、正義とは、個人があるいは共同体の中で調和が完成されていることに他ならない。ここでプラトンは、正義には、個人の正義と国家の正義があると述べているけれども、そのあり方は、基本的に一致するとされる。個人の正義と国家の正義という一点異なるように、思われる正義が一致するのは、プラトンによれば、国家は、究極的には、 個人の集合体であり、個人の性格に由来しない国家の性格というもは存在しないからである。まず国家の正義についてみると、国家の正義とは民衆、兵士そして支配者がそれぞれの職分を全うすることであると定義される。つまり、生活に必要なものを生産する民衆、国家を守護する兵士そして全体の監督にあたる支配者が、 各人に割り当てられた仕事を果たすこと全体を指すのが国家の正義という概念である。そこでは自分のことをするだけで余計な手出しをしないのが正義であると言われる。次に個人の正義についてみるとそれは国家の正義の縮小版であると理解することができる。あるいは国家の正義が個人の正義の拡大版であると理解することができる。すなわち魂及び 体を監督する支配者としての知恵、魂及び体を外敵から保護する勇気、そしてそれ以外の能力がお互いの役割を審判せずに調和の取れた形で自己の責務を果てた節制。これらの三つの徳が実現するとき、個人は全体として正義にかなった存在となる。このように、プラトンは自己にふさわしい仕事や職分を果たすことが正義であると考えており、 アリストテレスの正義論のような単なる財産関係、懲罰関係を超えた人生観と結びついている点が特徴的である。アリストテレスはプラトンの弟子であったが、プラトンのイデア論を厳しく批判したのみならず、正義論についても死と他元は勝つことになった。アリストテレスは、正義という概念をまず講義における正義と、教義における正義とに区別して、 公義における正義とは、特前般の別称であるとした。他方で、協議の正義概念については、さらにこれを二つに区別した。協議における、第一の正義概念は、配分的正義と呼ばれ、各人に、各人のものをという構成において、格言となったのである。この正義は、法償であれ、罰であれ、各人が、各人にふさわしいものを受け取ることを要求する。そして、 この受け取る量は各人のふさわしさに比例して増加減少するため配分的正義は比例的計算に複する。例えば2倍働いた人は給料を2倍受け取るべきであるという価値判断はこの配分的正義に属する。第2の正義概念は強制的正義と呼ばれある人が事故にふさわしいものを奪われたときあるいは事故にふさわしくないものを持っているときに 適用される。ある人が事故にふさわしいものを奪われるときとは、典型的には例えば窃盗による財産減少が考えられる。逆に事故にふさわしくないものを持っている人とは、盗人がこれに当たる。一方、正義のない状態では、社会秩序が保たれないとの危惧から、1971年にアメリカの哲学者ロールズは正義論を表し、 相対主義下での正義を再構築しようと試み、カントやロック、ルソーなどの社会契約論に回帰する公正としての正義を主張した。無知のベールのもとで、すべての人によって選択されるこれらの権利にかなう、制度の確立と、それによって統治される社会の安定性を解き、正義の規範理論を打ち立てようと試みた。 これをきっかけに正義に関する多くの論文が発表され、その勢いはロールズ研究産業と呼ばれるほどで、今もその勢いは衰えず、彼が現代の正義の議論に対して与えた影響は、とても大きなものであることが伺える。今日でも、法哲学上で使われる正義は、公正さに重きを置いており、一般に使われる正義とはややニュアンスが違う。ただし、その理論は、 延液過剰の嫌いがあり、実際の制作論議には妥当しないとも指摘されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。